劇団ミネット第6回本公演クロール5月12日土曜日、13日日曜日、全3ステ芸術創造館にて上演いたします。ご予約は絶賛受付中です。はい、見どころ劇団ミネットの作品は全部実はつながってないようで、実はつながっているっていう設定なんですけど、そのお話全てが集結する話がこのクロールっていうお話になってます。クロール自体は不思議の国のアリスをモチーフにしたダークファンタジー作品ではあるんですけど、ミネットの作品が全部集結してくる話になるので、ミネットの代表作と言ってもいい作品になります。笑いあり涙ありの楽しい作品になってますので、ぜひご覧ください。ご予約は劇団ホームページで、受け付けております。よろしくお願いいたします。7月15日日曜日にステージプラスさんで、一人芝居、ミネット初めての一人芝居の公演を出せていただきます。一人芝居なんですけど、一人芝居で4本の話があって、一応4本ともつながっているっていうお話になります。こちらも実はもう予約の方始まっておりますので、クロールともどもよろしくお願いいたします。お願いします。無限の模様というタイトルになっております。よろしくお願いします。